初回外先生タイムリー。外様来た。ネフタリ来た。いいとこ落ちたな、ラッキー。やったぜ。外京来た。外がライトに打つとなんかあるんだよな。うちのうちを外が打ってうちに入りました。さすがの打点稼ぐわね。二回角中ツーランで追加点。最高や。UTI おじよう来た。スミさん来た。なんだよ、打てるんじゃんこのチーム。本当にすげえ若くなか。今が全盛期。さすなか、もっとスタメンで出てください。中村進むわれ3タイムリーで1000本安打達成。1000本来た。1000本来た。おめでとう。タイムリーで飾れてよかったな。最高の形やん。よかったな。いい形で達成できてよかったな。しょぼさんおめでとう。堀みたいに奇跡的に復活しねえかな。先発西野は鈴木大地さんに2本タイムリーを打たれるも、6回途中2失点の投球でマウンドを降りる。珍しくちゃんと変えた。マー校長、楽天打線相手ならマー球大点じゃ。引っ張るのは最近反省してるからな。吉井にしては珍しく文句なしの系統やん。今日だけ正気な采配しとるな。西野なにその怖いニヤニヤは。西野なんやその顔。7回2アウトから打線がつながり一挙5得点。佐藤はこの日4安打。岡はこの日も3安打を放ち6試合連続複数安打。岡やばすぎわろた。岡さんすごー。岡すげーマジで絶好調だな。宝石のような岡。プロスピで岡大会を極みにしてるわい。にんまり。さかし。おお。荻野素晴らしいわ。おじさん2人並べるの最高や。荻野角中と海右最強のベテランコンビ。岡さん返せてよかった。夏の夜空も今日からか。レイさん来た。も来た。上位打線最高だな。トシすげー。トシや大爆発。ホークリヤマさん見てますか。トシくん4安打。4チャレンジ成功。ホークリヤマさん見てますか。トシや、今のヒットで打率301に到達。何この強いチーム。正午の日。中村が3打点だと。さっきのデッツー許された。あと999本や。逆方向に打てる中村は強い。なんでこんな急にまともになるんだ。結局下位が打たなくたって上位で固めりゃ点取れるって学習したか。最後は広瀬畑が締め、2桁得点の大勝。西野5勝目おめ。西野はベンツと違って勝ち運あるな。間違いなく今季ベストゲーム。明日も普通のことを普通にしてほしい。レッツゴーマリーンズナイン。またに浮上か。久しぶりに快勝だな。